楽しく行動し成果を出し続ける人は動物脳の,の使い方がうまいこんにちはワイルドコーチングの佐藤です今日のテーマはコーチは感動体質であれコーチングで大切なことコーチは感動体質これちょっと不思議に思われた方もいらっしゃると思うんですねそもそもコーチングって何なのかこれワイルドコーチングの コーチングについての考え方からお話ししたいと思いますコーチングっていうのはクライアントの目的これを明確にしその実現に向けてクライアントの人間脳と動物脳のコミュニケーションを促進することこういうふうに捉えていますこの目的って言葉はもう日常的によく使う言葉なのでちょっと手垢がついている感がありますがゴールというふうに 置き換えてていいただいても結構ですこの目的ゴールを明確にするこれが非常に大切なんですね人って目的これがすごく大切なんですただこれが曖昧な状態で何気なく普段行動したり感情が動いてしまったりっていうことが多いんですよね。 で新たに明確に設定していくってことなんですそしてそれを設定したらそこに向けて一歩一歩着実に近づいてそして実現させていくってことが重要になってくるわけですでそのために必要なのがこれ脳の話なんですが人間脳と動物のコミュニケーションを促進するってことなんですで人間脳っていうのは何かっていうと考える脳です これは思考を司っている部位になりますそして動物脳っていうのは行動そして感情ですねで大切なのはこの人間脳と動物脳のコミュニケーションを促進していくっていうことなんですねでこれ有名な言葉なので あなたも気になったことがあるかと思うんですが、人って理屈では動かないってことなんです。理屈っていうのはこの人間脳の部分ですよね。理屈では動かない。これつまり。担当している部位が違うんですね。人間脳と動物のは担当しているところが違うので。 行動できないっていう人多いと思うんですが頭では分かってるのにできないとか頭では分かってるのにやめられないとか頭では分かってるのに続けられないとかこれはまさに人は理屈では動かないっていうことの象徴的な現象だと思います逆に感情これは行動にすごく密接に関係するんですななぜなら担当している 脳の部位が同じだからなんですね。で人間脳と動物脳がコミュニケーションをとっていく。ゴール目的に向かって良好なコミュニケーションを促進させていく。これがコーチングなんですが多くの場合理屈がこちらの。 感情や行動を司る動物脳を抑圧、まあ、縛ってしまう、押し殺してしまうっていうケースが非常に多いんですね。で、これはワイルドコーチングが特に、まあ、重点的に対象にしている考えすぎる、行動できない、自信がない、やる気が続かないという人によく見られる共通の コミュニケーション不全状態でです。す一方通行なんですよね。人間脳が動物脳を抑え込んでしまうだからなかなかうまくいいかないわけです。頭では分かってるのにでこれ例えるならば人と馬にこのように、まあ、ちょっとシンプルなイラストなんですがご覧いただくと人間脳は人動物のは馬だとするとこれ 馬をこの人間が太りすぎて馬をこう負担にかけてる馬を負担馬にとって負担になってしまっている、まあ、そんな状態なんですねでワイルドコーチングが提唱する努力の3段階仮説で言うとこのような状態です A 段階理想形ですよね努力しその分の成果が得られる動物のと人間の方が目的ゴールに向かって揃っているそして 人間脳と動物のバランスが非常ににいいわけです軽快に進んでいくんですす軽快進んんくしかし B 段階になると努力すればその分の成果が得られない人間脳はゴール目的に向かっていても動物脳は反対向いてしまっているしかもこれご注目いただきたいんですが人間脳がちょっと太ってますよね大きいそして動物脳が痩せているもうポニーみたいな状態非常にこう重そうです辛そうです 動物脳がで。この状態の人っていうのは非常に多いんですね。考えすぎる、行動できない、自信がない、やる気が続かないっていう人はまさにこういうケースになるわけです。で、放っておくとこの C 段階になってしまいます。努力したくない、努力できない状態。もう潰れてしまうわけです。もうしたくない。人間のさえ、思考さえ、こっちを向いてしまってます。動物のも潰れてしまっている状態です。例えば、 と打つ引きこもりみたいな方そして最悪のケースは自殺この状態になってしまうわけですでワイルドコーチングがやりたいっていうやりたいことっていうのはこの段階で早く気づいてこっちにあげるってことをやりたいんですねそのために必要なのが動物脳の向き話を戻しますと人間脳と動物脳のコミュニケーションでした こういう一方通行ではなくてよく変えてみましょうね同じ青だとちょっと見づらいんで緑にしましょうこういう向きも必要なんじゃないかっていうことを提唱しているわけですそして今日のテーマである感動体質感動これは何かを見てわあとかああとかね映画を見てとか素敵な音楽を聴いてクラシックのコンサートに行って感動するこういうこと ありますよね。何か気づきませんか感動この文字が表しているんですよ動物脳を感じるこれが非常に大切なんです動物脳を感じるこちら側の向きも非常に重要になってくるわけですしっかりと馬を活性化させていくってことなんですねそれによって行動ができてくる でワイルドコーチングではクライアントさんの動物脳をうまくゴール目的に向かって使っていただくってことをやるんですがここで大切なのはクライアントさんに使っていただくためにコーチ自身も自分の動物脳をしっかり上手に使うってことなんですコーチも動物脳をしっかり使うそれによってクライアントさんに影響を与えるってことなんです これが言語コーチング非言語コーチング両方にわたって行われることが重要になってくるわけです。コーチは感動体質であれというのはコーチ自身が動物脳を感じる。それによってクライアントさんの動物脳そして人間脳のコミュニケーションを促進し目的ゴールに向かっていくこれをね狙ってるわけなんですね。 今日の動画は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。